ライオンズに関して言うと、もっとロッテ以上にね、左中間の打球です。レフトセンター追いかけます。レフトセンター追いかけて追いかけて入りました。愛斗の一発、1点を返しました。愛斗第4号のホームランが飛び出しています。久々の愛斗のホームランが飛び出しました。9月に入って、まあ、連続で今日はスタメン起用になりましたが、一昨日のゲームについて今日も打点を挙げてきました。愛斗5対1です。久々も久々、5月12日台という愛斗のホームランです。高め打ち上げましたが、これもファウル。高め、ここでフォアボールです。取りましたね。取りましたね。180打席ぶりのフォアボール。計除くと245打席ぶりの去年以来の、去年終盤以来ですね。日にしていうと4月16日以来のフォアボールと